今からこのホテルね、ホテルがあるんだけど、これいつも走る道でございますからね。はい、これから今から山道向かってね、400〜500m ありますけど登りましょう。手冷たい、手がガチガチです、冷たくて。さて、今からまた山道を目がけて歩きましょう。ずいぶん降りてきましたからね。ここ下ってるな。ここはね、水上があるんだ。いつも道路走っとるんでね、この奥は初めて歩いとるけど、こんだけね、住宅があるとびっくりしましたね。あ、この辺からちょっと上りになりますね。あのバイクはね、さっき追い越したりね、追い越されたりで大変だよ。まだあるかね。これはちょっとびっくりやね。これだけ住宅が建ってるのね、びっくりしました。いや、来ないのかい。今後ろバイク来たが止まったらね、来なかった。行きましたけど、ああ、山門やっと入ってきました。いっぱいでございますね。はい、山門でございます。はい、失礼します。いまだにまだ、40〜50年前だかな、来たんだけどね。いまだに。そこにね、記憶が出てこない。あの橋を渡ってね、いつもね。当時どうだったかな。阿倍野区美少年ぐらいいたんじゃないかな、ここ来た時、初めて来た時。いやー、全くね、全くって言っていいほどね、見覚えがないんですわ。ここ、どこがここ上がってきた？ここ上がってきたよね。これから入っていこう。おお、トラが、すごいトラ、ハリコントラがおりました。お、動いてるね。はい、動くんでございます、これ。はい、ありがとうございます。あ、乗らないでください。乗ったらかね、危ないね。この橋渡ってきたよな。記憶ないな。全く記憶ないんだけど。はい、失礼します。今年は60年に1回の虎年でございますからね。日の江の虎、甲子の虎。なんか昨日やってましたけどね。
だから少なくとも2回目は2回目ですよ、これ1回目じゃないです。覚えてないね、全く覚えてない。張り子の虎の木の枝でどっかおるんやけど、それを見に来たんだけどね。あ、正面になんかいそうやね、あそこにね。灯籠がすごいもんね、とにかくね。なんか何千体もあんねやろ、これ。すごいことになるなんていうの、これ。どこもここも。広大し、後で上がることにして。この虎を見らなきゃね、虎を。ほら、覚えてんだよ、虎子。覚えてますね。ほらすごいすごい、ほら大きいわ。これすごいわ、うん、そうそうやな、これ頭からみんな撮りたいわな、これ撮らないかな、頭からね。はい、ほら大きいわ。どれぐらいなんだよ、世界一の空でございます。こっち向いてくれへんかね。お、向いてくれそうやで、ほら。動いてますね。これがすごいね。この石道路がすごくなってますね。ここにもあった、この小さいのが。トラの月前に、はいはい、式なんで、ね、3本はい、失礼します。こんなとこ歩いたんだろうかね、全く記憶出てけえんだけど、記憶が。これはまたどうしましょう、これね。で、鳥居もいっぱいあそこにもあるしね。ここは市議団でお寺さん違うのかね。これが樹齢で、なんか3000年とか1500年とか、これかね。ずいぶん上がってきたんだけどね。それでもね、記憶がまだ定かでない。蘇らないということは、来てない？そんなことない。絶対来てる。絶対来てます。来てるんやったらこれだけの景色なら思いとどまるんやけどね。どうやろ。まあぼーっとしとったのしとったんやけどね、あの頃は。ただ釣られてきてるもんやから。その裏から入ったところだけでもね、見れたらね。いいんだけどね。これは昨日ね。ここで終えておきましょうか。ありがとうございます。違うな。こっちかな。ここだーっていうのがね、これあれはいいんだけどね。ひょっとするとこの上上がったとこかもしれんねんけど、上上がれるのかね。すごいことになってますね、山の上に。ダメダメ、建物を見とっちゃいかんいかん、上上がらんと。長後孫子寺、ここから大阪方面見るかね。あれ、大阪見えないんだわ。これは奈良やな、こっちは。奈良でございます。奈良、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 
ヘグル町あたりの手前が、これや、これすごいよ。これそやけど様式というのが新しいね。これやってきましたんだな。しばからん。でした。ならわからん。すごかったんだろうな、今年。100万人来たっちゅう話やから。三が日で。いまだに全くわかりません。記憶が出てきません。おお、これは古いね、これは。どうもね、自分が思ってるところ全く出てこないんでね。ちょっとこっち上がってみます。おお、崖の上に。ここやっちゅうのがあるとね、それ納得して帰れるんだけどね、帰られへん。ここ間違いなくここですわ。やっと分かりましたわ。これ裏からずっと奈良から乗るとくるとね、ここここやっと分かりましたわ。これはあくまでもこれ裏から来た道やからね、その下まで入って行き止まりでね。はい、分かりました。ここでしたわ。大阪から来た時のがわからへんね、まだな。もう真っ暗になって、なんか下崖ですから、これ怖いね、これ。こんなところによく、もうこれすごい崖やけど怖いね、これ。こちらからや。ここからほら全体見れるじゃん、これ。あれちゃんとわからんな。すごいとこだってね。空海さんかね。すごいね、これ。これ岩の上に乗ったような形でね、寝張ってありますけど、ちょっとやっぱ怖いね、これね。思い出すことできなかったね。どこ歩いたんだろう。全く覚えがないんだけど。
いやいや、こっちじゃないね。こっちじゃないと思うんだけどね。これじゃちょっと見えんか。ダメか。上から上がってみようか。ここからどうやね、ここから。ライトがちょっときつすぎるんだけど。いいね。ここから向こうもほれ。ちょっと見えんか。踊るため見えない。